こんにちは、ハイキュー CH です。今回は劇場版ハイキューゴミ捨て場の決戦の映画オリジナルの小ネタを26連発します。私が気づいてない小ネタもたくさんあるはずなので、コメントしてください。それでは行ってみよう。映画の時系列順に行きます。一つ目は研磨の迷子の理由。日向と研磨の初対面の時、なぜ研磨は迷子になったかが描かれてました。映画では研磨のスマホの電源が切れたから道がわからず迷子でした。原作ではスマホいじってたのを映画では PSP? になってました。PSP をカバンから取り出したせいで、カバンが少し開いてたという理由付けにもなってました。二つ目は試合当日の朝の様子。主に研磨側の朝の様子が追加されてました。起きるのが一番遅かったり、日向とメールしてたりしてましたね。あとは原作では前夜に言ってたセリフを朝に言ってましたね。三つ目は竹ちゃんが猫又監督に宣戦布告するシーン。東京合宿の飲みの時に竹ちゃんが猫又監督に言ってた言葉を使ってました。満を持して勝ちに来ました。受けて立つ。原作では鵜飼コーチが勝ちに来ました。猫又監督が受けて立つで、実況解説が話すシーンでしたので、たけしちゃんに代わってて、実際に見れたのは良きでした。と編集の途中まで思ってたけど、これじじい二人の因縁の描写をないものにしたってことだからなんとも言えんな。研磨を主役の映画にしたかったらしいから、じじいの因縁までやるととっちらかるから切ったんだろうな。お次は春高パンフレット。観戦してるスグルとミカちゃんが春高バレーのパンフレットを見てるシーンです。原作ではパンフを見てて、ページもリアルで作り込まれてました。お次はスタメン紹介。スタメン解説の時、コートメンバーの動きとセリフが追加。みんな個性が出てました。覚えてないのでコメントで教えてほしいのですが、リベロ二人はちゃんと仁王立ちでしてましたかね。お次は1点目のラリーの作画。大迫力でした。作画ヌルヌルでギュンギュン動いてました。ボールの動きもすごくリアルで、日向のブロード大迫力でした。あと田中さんがエグインナー打つ時に、俺のスパイクに驚けみたいなセリフ追加されてましたね。次は福永ギャグシーン追加。試合前夜の猫マミーティングで、福永が原作にはない何かをぼそっとつぶやいてました。うまく聞き取れなかったですけど、ヘビー猫陸みたいなこと言ってましたよね。誰かコメントで教えてください。お次はテレビ中継。現実の春高バレーのライブ映像みたいなカメラアングルで、猫又イカラスノーよりリアルに感じれてよかったです。変人速攻の速さが、いつも見てる現実のバレー中継と頭の中で比較できて、即影山へぐってなりました。3か4連続で猫間がスパイクを拾うとこと、野屋の俺も使ってるなのとこも、中継の視点でわかりやすかったです。テレビ中継演出は個人的に一番のオリジナル演出でした。お次は強打レシーブ。強打レシーブの迫力が良すぎました。腕ぶっ飛ばされたり、体で殺してる感じがめっちゃリアルでした。ヤクさんかっこよすぎ。お次はアンテナ。ネットのアンテナの動き良かった。朝日さんのスパイクでブロックアウトを取るシーン。ブロックを吹っ飛ばしたボールがアンテナに当たって、ミョンミョンしてるのが細かくて良かったです。あと朝日さんスパイク決めまくっててかっこよかった。お次は足ラリー。クローが最後足で返球しようとするラリーのことです。原作では小さく書かれたシーンだったので、映画で大迫力で見れて良かった。お次は相変わらず癖強すぎの天道。めっちゃルンルン動いてて、途中カメラ目線だったりして面白かったです。古舘先生が好きなキャラだから大切に扱ったのかな。お次はいつもの指針。いつものたけしみたいな指針さんが、1セット目後半ピッ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 と試合を進める演出が良かったです。言葉じゃ伝わりづらいけど、見た人はわかるよね。お次は1セット目ラストのラリー。研磨がチャンスボールで最後の1点を決めるやつですね。このラリーがめちゃくちゃわかりやすかったです。しっかり影山の経路で、田中さんと大地さんが助走で下がったところでした。ボール落ちた時にコーチが頭抱えてる演出も良かったです。お次はホラー研磨。研磨が日向にずっと面白いままでいてねと圧をかけるシーン。映画では BGM が二人と止んで、観客もビビらせる神演出になってました。お次は八木さんの真横にボール。エンドで観戦中の八木さんの横に、レシーブで吹っ飛ばされた？ボールがギュンと飛んでくるシーン。臨場感あってリアルでもあるのでめっちゃいいオリジナル演出でした。お次は5セット目なんじゃない？ラリー長くてしんどすぎて出た朝日さんと田中さんの会話のやつです。疲れてる田中さんと朝日さん背景暗くて、元気な日向と影山の背景明るくなってました。会場でも笑いが起きてたシーンなので印象的でした。お次は2枚の盾装備。犬岡投入で、研磨がリエフと合わせて2枚の盾装備するシーンですね。原作ではジャンク本誌にしかない編集者の方の煽り文でした。漫画で古舘先生がこれが言いたかったんだと食えてました。ジャンク本誌から映画に逆輸入は気が利きすぎてる。個人的神演出ナンバー2です。お次は犬岡のスパイク。犬岡のスパイクがサーキュラーアームスイングだった。配球のスパイクフォームは基本ボンアローなんですが、犬岡は書き下ろしのサーキュラーアームスイングでした。かっこよかった。お次は過去編の黒。研磨が回想する黒の幼少期のシーン。引っ越し先で初めて行くクラブチームで、レシーブ褒められてぴょんぴょん喜んでたり、スパイク何回か失敗した後に、成功してバレーにハマったシーンが良かったです。お次は黒のハッハーあったり、後半のツッキー黒対決のシーンです。黒のレシーブは原作だと弱めのスパイクをレシーブしてる思ってたのですが、クソ重そうなボールをレシーブしてて大迫力でかっこよかったです。その後のパイプも良かったですね。お次はツッキーのエイクエッグ。
ハッカーラリーの出口、スッキーがエイクエッグを決めるシーン。クエックのテンポがめっちゃリアルでした。エイクエッグはマイナステンポ気味になるんですけど、しっかりツッキーが先飛んでたのがリアルでした。作画担当の皆様のこだわりが最高すぎる。お次は一人称視点。ラストバトルの研磨の一人称視点のことです。研磨の視界からいろんな情報を拾ってどうするかの判断してるのかが分かって、とてもリアルで面白かったです。上映終わってこのシーンめっちゃ酔ったわって人いましたが、酔わない自分からしたら神演出でした。お次はうるっとするクロー。試合後の研磨にバレー教えてくれてありがとうで、クローの目がアップになり、うるっとするオリジナル演出がありました。原作では片手で顔を押さえるだけで、うるっと来てるのわからなかったんですけど、映画のおかげでうるっと来てたのかと気づけました。最後、猫魔3年生の肩組シーン。試合後にクローと海が約3を肩センチために持ち上げるシーン。映画でぬるぬる動いてたのと、全体像を見れてよかったです。原作だと浮いてるのわかりづらかったのですが、映画では本当に浮いてるってほっこりしました。本当に最後、太鼓。サイコ姉さん率いるカラスの応援団の太鼓ですが、なんと相馬高校太鼓部の演奏でした。古舘先生が相馬高校に取材に行った時に、太鼓部かっこよくて応援は太鼓にしようと決めたエピソードがあったからだろうな。以上26連発。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。